お盆休みを北海道で過ごした人たちの U ターンラッシュが昨日から始まっています。駅のホームでは両手いっぱいに土産袋や大きなスーツケースを持った家族連れなどで混雑していました。パークゴルフじゃない、やっぱりおばあちゃんとお母さんと行ってくれ。仕事はいつから？明日から憂鬱です。11連休か。海で泳いだ。ヤマメを見つけた。一方、関東を直撃する恐れのある台風7号の影響で変更を余儀なくされた人も。飛行機取れやんって、これ帰るのは電車しかないなと思って、今から急遽名古屋から帰ります。JR 北海道によりますと、北海道新幹線の予約数は去年に比べ 130% と増えていて、お盆期間中の新幹線の上りの混雑はあさってまで続く見通しです。明日東北新幹線などが台風の影響で一部列車を運休するとしていて、 JR は最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。